それでは今日の線形代数2の授業を始めたいと思います。一応今日が最終回ということで、で、すみません、前回の内容ですね。まず前回の内容は、前々回の補足を行った後で、中心的な内容としてはその第7章、教科書第7章の固有値と固有ベクトルからですね、その正方行列の固有値と固有ベクトルについて復習をし、で正方行列の対角化を行う計算手順について説明しました。でここではその対角化にあたってその固有値と固有ベクトルを計算するということを皆さん学んだと思います。で、今回はですね、最終回ということもありますので、前回の対角化に付随する話で、じゃあ正方行列のその対角化の可能性について少しその理論的な性質を紹介したいと思います。そしてそれからその他ですね、補足事項についてお話ししたいと思います。で、まず正方行列の対角化可能性について論じる前に、一応前回ですね説明しました正方行列の対角化の手順を復習しますけれども、まず A を N 次正方行列としますと、ここ今スライドに出している例では3次の正方行列としますしてますけれども、でここでまずその A の固有値を計算して、でそれを α1 α2 α3 と置きます。でそれから α1 α2 α3 に属する固有ベクトルをそれぞれ v1 v2 v3 とします。でこういう関係を満たすわけですね。でこの時にその A の対角化はどのようになされるかというと、この固有ベクトル v1v2v3 を並べた行列ですね、これをレポートでは P と置きましたけれども、を作って、それからあとこちらにありますように固有値をですね、その対角成分に並べた対角行列を作るということで、まずはこういう関係式が成り立つわけですので、で固有ベクトル、この v1v2v3 が線形独立であれば逆行列が存在しますから、この固有ベクトルを並べた行列の逆行列を両辺に左からかけることで、行列 P とこの固有ベクトルからですねなるこの行列を P と名付けましたけれども、この P の逆行列に A と P をかけることで、固有値を対角成分に持つような対角行列ができて、行列の対角化がめでたくいくという話をしました。で、今日はその対角化可能性についてちょっと論じますけれども、その前に一応ですね、そもそも対角化可能性というのはどういう定義だっかっていうのを前回ちゃんと説明していませんでしたので、今回一応きちんと説明しておきたいと思います。教科書はですね第7章の189ページのあたりから、セクション 7.2 のあたりから始めますので、その辺を見てください。で、この対角化可能性の定義はですね、この教科書には定義という見出しでは書かれていないんですが、一応書かれている場所はですね189ページの真ん中辺ですね、定理 7.2 と定理 7.3 のちょうど挟まれたところに対角化可能性の定義が書かれております。一応それを忘れないようにこうやって定義の見出しつけて載せておきましたけれども、じゃあ、その A ですね、 N 次正方行列の対角化可能というのはどういう時を指す、どういう場合を指すかというと、N 次正則行列 P とですね、それから N 次の対角行列 D というのが存在して、P の逆行列×A×P が D になると。だから A に左側から P の逆行列をかけて右側から P をかけると対角行列になるような、そういう P と D が存在したときにこの行列 A は対角化可能であると言います。ですので数学ではその対角化をしようと思ったら、このまず P を見つけるってことも大事な計算で、でそれとともに D を見つけるという話になります。で、今日の話の中心は、じゃあその正方行列はそのどんな条件を満たす場合に対角化可能かということで、この章の特に後半の内容はですね、結構証明も難しかったりします。で数学類の学生であれば当然もう証明もきちっとやって
学んでもらいますけれども、なかなかその数学以外の人たちですと、まあ、難しい面もあると思いますので、とりあえずその性質だけ押さえてもらうということで今日は話をしたいと思います。で、まずそのですね、準備として一つ紹介する性質がありまして、これは異なる固有値に属する固有空間の和は直和であるという性質が出てきます。で、もう少し定理の形で説明しますと、これは教科書ですと189ページの定理 7.2 というところにありますけれども、 A を N 次の正方行列として、それから β1 から βr というのを A の I 異なる固有値全体とします。で、この I 異なるっていうのがミソというか、ちょっとポイントというか注意したい言葉で、例えば固有値というのは例えば方程式が重根を持つよう、重解とか重根を持つように特定の固有値がこう2個か3個重複して現れることがあるんですね。例えばある3次の正方行列の固有値が1と1と3っていうふうにこう1が2つ現れて3が現れるとか、そういう場合があります。で、その時にはこの β1 から βr というのは異なるものだけ数えるんですね。ですので固有値がもし1、1、3だったらば、その中で1と3だけ2個分だけ数えるというのがこの β1 から βr の数え方です。で、それであと V の βi というのをその異なる固有値ですね、それぞれの固有値 βi に属する、まあ、固有空間とします。まあ、皆さんの感覚ではその固有ベクトルと読み替えてもらってもいいです。で、そうしますとその固有空間の和というのを考えることができます。まあ固有空間の和っていうとそのちょっとベクトル空間の和の復習も必要なんですけれども、もう少し直感的に考えてみるとその固有ベクトルの線形結合と思えばいいですね。固有ベクトルの線形結合で、からなるこの、部分空間をこうWと置いたときに、実はこの W というのはこのそれぞれの固有空間の直和であるという性質があります。で、ただの和とその直和というのはどういう違いがあったかというと、これも直和の定義を復習してもらうことになるんですけれども、これらのですね固有空間でですねに共通したベクトル、重なったベクトルというのはゼロベクトルしかないというのがこの直和の性質、もしくは定義として使ってもいい内容です。で、このことから、まあ、こういうことを示しているのが定理の 7.2 なんですけれども、このことから言える事実としてこの行列 A の各固有ベクトルは線形独立であるということも言えます。まあ、こういう話がですね後々いろんな計算をするときに役に立つ場合があります。ですので、前回の授業の話ではちょっとスライドを戻しますと、ここのところですね、固有ベクトルが線形独立であればこういうことができますって言ったんですけれども、実は固有ベクトルは線形独立だってことが示されましたので、もう固有ベクトルを求めればそれを使って行列の対角化はすぐできるということが言えます。はい、それから、で次のこれを踏まえてですね、この正方行列が対角化可能のための条件というのを表したのがその教科書の189ページの下の方にある定理 7.3 という定理です。で、これはまず設定として A を N 次正方行列としまして、それから β1 から βr を A の I 異なる固有値全体とします。そして V の βi をその各固有値ですね、βi に属する固有空間とします。で、定理 7.3 の主張はですね、この時次の条件は全て同値であるというもので、1番目は A は対角化可能であると。で、2番目はですね、2番目はこういうふうに式書いてるんですが、これはどういう意味かというと、その固有空間ですね、固有空間の全部の和がその KN っていうその数ベクトル空間全体になると。つまりその今考えているベクトル空間は数ベクトル空間 K の N っていう N 次元の数ベクトル空間なんですけれども、この固有ベクトルの線形結合でこのベクトル空間の全ての弦がベクトルが書けると表せるということを2番では言っています。で、まあ、で3番目の条件としてはその A の固有ベクトルからなるその
ベクトル空間 KN の起点が存在するということで、まあ、このことから言えるのは、その A が対角化可能であるとき、またそのときに限って、そのときっていうのは、その固有ベクトルがですね、ちょうど N 個あるんだと。で、逆に固有ベクトルが N 個求まったときだけ、その A は対角化可能であるということが言えます。ですので、行列の対角化においては、その固有値と固有ベクトルというのは、まあ、まあ、切っては切れないですね、重要な道具になっているということが分かると思います。というのが実は今日のその性質の中では一番皆さんに注意して聞いてもらいたいところです。で、でじゃあですね、その対角化可能でない場合というのはどういう場合かっていうのを逆にですね、少し例として見せたいと思います。まあ、多分演習の授業でも紹介があったかと思いますが、まあ、対角化可能な例は前回ですね、実際に行列の対角化っていうことでやってもらいましたんで、ここではその逆に対角化可能でないって例っていうのを示します。で、まあ、行列としてこういう行列を取ってきました。上三角で上三角の成分が全部1というこういう行列ですね。で、これのその、まあ、こういう、多項式を計算しますと、これがちょうど x-1 の3乗になります。で、そうするとこの場合はですね、固有値が1っていう固有値が重複度3で出てきますので、そうすると、i 異なる固有値の個数っていうのは1個ってことになるわけですね。で、ここから先はちょっと皆さん後で各自確認してもらいたいんですが、じゃあこの固有値1に属する固有ベクトルは何個あるかっていうと、まあ、前回の授業でやった手順で解くと、実は1個しかないってことが言えます。これはまあ、100ですね。もしくはその定数倍。ということで、固有値が重複度3なんだけれども、結局固有ベクトルは1個しかないから、この行列 A は対角化できないと結論付けられます。ということで、こんなふうにして、その固有値と固有ベクトルの存在で、まあ、対角化可能か不可能かっていうことが分かるということ、事実を皆さん、この機会に知っておいてほしいと思います。あと、まあ、そこから先はですね、まあ、もうちょっと説明しますけれども、詳しいことは、もし必要だったらですね、この教科書を見て、で、分からなかったら、また、僕のところに質問に来てください。まあ、来年でも、再来年でも、僕が筑波大学に在籍している限りは質問を受け付けますので、はい。で、まあ、もうちょっとですね、その先の話、先アドバンスな話をしますと、じゃあその対角化、行列に対角化できる条件というのは分かったんだけど、じゃあ実際にどういう種類の行列が対角化できるかっていう話がありまして、で、今回は詳しくは述べませんが、その辺の議論はこの、教科書ですと191ページ以降からこの第7章の末尾にかけて載っています。で、そこでちょっと要点だけかいつまんで説明しますと、まあ、A が N 次正方行列とした時に対角化可能な行列の例として教科書で挙げているのはこの正規行列と呼ばれる行列です。で、この正規行列っていうのはどういう行列かっていうのがその定義 7.1。どこでしょうね、教科書です192ページに書いてありますけれども、まずこの A スターっていう行列が出てくるんですが、A スターっていうのはこの A の随伴行列という定義でした。で、随伴行列は何だったかっていうと、ここにありますように、A の点値を取ってバーを取ると。で、バーって何だったかっていうと、またさらに定義遡ると、複素協約を取るんですね。だから A の点値行列を取って、で、成分を全部複素協約に直したものを A の随伴行列といって A スターと書きます。で、正規行列というのは、A×A スターと、あと A スター ×A で2つの掛け算が等しいという行列、整数を満たすような行列です。まあ、もしくはその、別の言い方として A と A スターが果敢であるという行列というような言い方もします。で、こういったその正規行列の例ではですね、その実際の理論と応用で重要な役割を果たすいくつかの種類の行列がありまして、例えばその一つとしてはエルミート行列と呼ばれるものがあります。で、これは複素行列なんですけれども、まあ、A スターが A に等しいような行列、それから
まあ、実の場合ですと実の対称行列ですね、このエルミートの性質で、まあ、虚部が全然ないという状態になると実対称行列といっていって、まあ、A の点値行列が A に等しいような行列というようなものが対角可能であるということが知られています。またいろんな問題を解くときにその対角化の上で重要な役割を果たすということで、ごめんなさい、この辺の話はその教科書ですと定理 7.7 というのが教科書195ページにありまして、まあ、そちらに詳しく書かれていますので、まあ、興味のある人は見ていただければというふうに思います。ここまでよろしいでしょうか。はい、というわけで、今日の授業ではその正方行列の対角化可能性とそれからあと固有値固有ベクトル の応用ということについて説明をしました。で、まあ、一応これで、まあ、この授業は一通り終わりということになりまして、で、まあ、時間的にやその内容的にその扱いきれなかった部分がまあ、ありますけれども、まあ、皆さんこれからですね必要や興味に応じてまあ、勉強してもらえればというふうに思います。で、まあ、僕自身はこの授業を持つのが初めてだったのでちょっと至らない点もあったかもしれませんが、まあ、これからそのですねその、まあ、学年が進んで線形代数を必要とする人たちにはまあ、今回の授業がいくつかその新しいですね必要とされるこう理論や技を習得する上でのまあステップになればというふうに思いますし、それからあとまあこれでちょっと科学の皆さん数学とこれでおさらばできるのかちょっと僕はよくわからないんですけども、もしこれをもってその数学から離れると、もしくは大学終わって数学から離れるという人に対してはまあ一応ですねこの大学の数学のまあ一旦に触れたという思い出にまあ、なってくれればいいかなというふうに思います。ということで、まあ、これからのですね、皆さんのご活躍をお祈りしまして、一応今日の講義は終わりとしたいと思います。お疲れ様でした。